年間で日本で一体いくつのテレビドラマがオンエアされたかご存知でしょうか。僕は知りません。さて、日本の放送コンテンツを世界中に PR すること、そして国際競争力強化のために創設されたこの東京ドラマアウォードは、2008年から海外で売れる素晴らしいドラマを表彰しています。海外に向けて日本のドラマの可能性、まだまだ広がりつつあります。以前石坂浩二さんにお話を伺ったんですけれども、石坂さんはもうテレビの創設からドラマに出てらっしゃって、昔はドラマは生放送だったと、その瞬間瞬間を演じていればよかった、これが、後世に残るものだとは全く思ってなかったとおっしゃっていました。今テレビドラマは残るものになっております。ドラマの持つ意味も、日に日に変わってきているような気がします。ちなみに僕と石坂さんの共通点はヘアメイクさんが一緒です。さて、日本の素晴らしいドラマを国内のみならず世界水準で海外に売り出していき、作品の質の高さだけでなく市場性、商業性にもスポットを当て、世界に見せたい日本のドラマというコンセプトのもと選考されたドラマが東京ドラマアウォードの受賞作品です。ちなみにですね、今年からこの受賞式をみんなで盛り上げようということで、受賞者の方々も一緒にここに座っていただくことになりました。奈良城ですが、よろしくお願いいたします。皆さんお忙しい方だと思いますので、途中退場は、目をつぶりますけれども、途中で帰った方は僕は一生忘れることはありません。それではここで開催に先立ちまして、国際ドラマフェスティバル in 東京実行委員会遠藤龍之介委員長より開会宣言をさせていただきます。時間に限りがありますので2分間でお願いいたします。どうぞ。あ、これが鳴ったらおしまい。
場の開催特典でございました。1分34秒超過ですね。あの次フジテレビ関係の方で正直合わせてください。